川緑は、シソ科川緑族の多年層。ハーブのアニズヒソップと、同類で、草全体に芳香があり、長い紫色の花水をつける。薬草として知られ、形容や根が漢方薬に用いられている。和名川緑の意味は不明。牧野富太郎の、新木や日本植物図鑑でも触れられていない。別名で、配層工とも呼ばれる。学名のアガスタ種は、 こう持つ者の,の意味で、下水の形状に由来する。英語では、コリアンミント花言葉は、最後の救いである。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布。国外では、朝鮮半島、中国大陸、シベリア東部に分布する。明るい山地に自生し、やや湿った林や、川岸、昭岩などの流れの縁、湿りがちな場所に生えている。 植物体全体に、発火のような特有の強い方向がある多年草。草丈は40から100センチメートルで、茎の断面は四角形で直立し、上部は分子する。葉は耐性し、葉心は卵状心臓型で、やや薄く、長さ5から10センチメートル、幅3から7センチメートルになる。葉の先端は鋭く尖り、基部は心形、または、 茎の上部につくものは円形になり、葉の裏面に微細な白髪が生え、葉園にギザギザした鈍い巨子がある。傭兵は1から4センチメートルになる。葉を揉むと、発火のような香りがする。花期は8から10月。茎先に、長さ5から15センチメートル、幅約2センチメートルの花水をつけ、多数の紫色の小さな神経花を蜜につける。額は、 長さ5から6ミリメートルになる短い筒状で5列し、列辺は長く尖り、花子も紫色をしている。果敢は、格子色で、長さ8から10ミリメートル、上唇はやや直立して浅く2列し、下唇は3列して、中央列辺は大きい。湯水は4個あり、うち2個が長く、子水が1個ともに花貝に長く突き出て目立つ。花は美しいので、干渉用にもなる。 果実は文化で平田産業場の東卵型になり長さ1.8ミ、mm、リメートル。葉や茎は漢方に用いられる。乾燥した葉に芳香があり、小薬名に格好を当てているが、これは誤りで日本では肺酵素とも言う。風邪薬などの漢方薬として茎、葉、根を乾燥させたものを用いる。民間では6から7月に茎の上部だけを切り取り、 水洗いした後に吊るして陰干ししたものを解熱薬としてまた疫薬として用いられる。ついた治療5から 15g の格好を水 500cc で半量になるまで戦時3回に分けて服用する用法が知られている。ありがとうございます。